ついに追い詰めたぞ。僕の名前は武藤炎上記。この世界を炎上のない平和な世界にするためにお前を燃やし尽くす。ハハハハ、何を言ってる貴様。わしの名は炎上の時代、わしがこの世を全て火で埋め尽くさせてやろう。ファイヤーボール。それではこれより炎上の時代武藤炎上記の試合を開始する。持ち登録者数は互いに100万人、先に相手の登録者数を0人にした方を勝ちとする。それではデュエル。最初はグーじゃんけんほい、あいこでほい、あいこでほい。先行だ。先行はお前がいただくぜ。ドロー、デュエル。俺もドローしたのこれ。さあ、まだまだドローしたの。ドロー手始めに10枚ぐらい取るぜ。大阪大学を攻撃表示でした。何？炎上力3万だ。カードをセット。先行はターン終了だ。俺のターン。エビスチャップを召喚。エビスチャップだと。炎上力1万だ。封印されしアムギリ&ユータ。封印されしキューガ&ユーマを召喚。このカードを伏せておく。さらに、キム巨人を召喚。何？こいつの効果、謹慎延長。こいつが場にいる限り、全てのアイテムモンスターは無期限の行動不能。ならば大阪大学の特殊能力発動。出題ミス。相手の場にあるカード1枚を出題ミスとみなし、その効果をこちらの都合で書き換えることができる。こいつは永久謹慎だ。なんてこった。なんてこった。封印されしユータ読み切り。封印されしユータ&アムギリ。封印されしキューガ&ユーマで攻撃。炎上力3万の大阪大学に勝てるはずがない。チャンス取ってさーい。29,989の登録者券。ここでモンスターカード召喚。このカードは封印されしヒューガ&ヤマト&アムギリ&ユータが墓地に送られた時に召喚できる。封印されしヤマト。何？炎上力20万。こいつの特殊効果、聖域。聖域。あらゆる炎上を5倍ダメージで受けることができる。おっとっと、やばい。5倍ダメージで受ける。受ける。つまり29,800なんぼの5倍だこいつのダメージ。登録者ゲンだ。もう頭おかしくなって自滅しやがったか。ドロー。バニカードをもう1枚伏せる。そして俺はここでキーカードを召喚。渡部健を攻撃用紙で召喚。そしてプレイヤーの登録者が無傷の100万人の状態でフィールドに出るとき、炎上力は倍になる。これが好感度のギャップだ。そういうのは炎上力倍になる。12万になる。これはまずい。さらにキバースマホカード発動。ヒルズの多目的トイレ発動。フィールドに渡部がいるときのみ発動。相手の炎上力を全てゼロにし、渡部の炎上力を30万にすることができる。渡部健でヤマトに攻撃。ここで特殊モンスターを召喚。田口翔を召喚。何？こいつの効果、アフロモザイク。顔バレしないのであらゆる炎上を避けることができる。何？さらに相手の財布から4630万円を回収することができる。ドロップカード発動。野々村龍太郎。何？聞こえません。相手から受けた炎上を聞かなかったことにできる。つまり俺の攻撃はヤマトに通る。ここで僕の魔法カード発動。アイスバケツチャレンジ。何？炎上を消化し、なかったか。いや、まだこれからだぜ。キム・ヒョジンを生贄に捧げる。そして、少年革命家、ユタマンを召喚。何？こいつの効果、すべての登録者減少ダメージはすべて登録者増加になる。さらに、モンスターカード、感情を失った時代を召喚。こいつは瀬戸康史の弟だぜ。どっから持ってきたお前。こいつの効果、強靭なメンタル。炎上したことに気づかない、よってダメージを食らわない。さらにこいつの特殊効果、まだ発動せんわ、やめとこ。お前自分のデッキも把握してないのかお前。やめとこう。ドローのタイミングおかしい。ドローのタイミングはおかしいぞ。おいお前遊戯王知ってんのかお前。本当にドロー何枚してんの。天使の男しかお前。ヤマトで大阪大会にコラボ依頼する。ここでも効果を発動できない17万の登録者ゲームだ。ヤマトなんかとコラボするんじゃなかった。このモンスターを召喚。おぼが何？スタップ細胞はあります。このカードの召喚以降、無根拠に効果を追加することができる。無根拠するよ。さらに山田勝美召喚。そして山田勝美を生贄に。
すぐ消えてすぐ消えて一瞬で消えて炎上の神魔法と召喚。何？二度の炎上を経験している。ワンターンに相手を二回炎上させることができる。二回攻撃か。二回攻撃することができる。魔法との攻撃力15万でエビスジャップを攻撃しろ。エビスジャップに攻撃か。ここでエビスジャップの特殊効果発動。この効果は相手に攻撃された時に発動する。エビスジャップ豊穣の姿。おしっこによって全ての炎上は鎮火される。また相手に10万のダメージ。だふざけんな。だが真帆にはまだ攻撃が残っている。この次男、わけのわからない次男に攻撃。こいつの特殊効果発動。こいつの特殊効果感情喪失。攻撃した相手モンスターは感情を失い3ヶ月活動を休止する。おぼかたの効果発動。何？おぼかたの効果により実験ノートに3ヶ月か書いてなかったことにより無になる。なんだ無にキス。149,905のダメージだ。強いな。そしてまだ渡部の攻撃が残ってる。渡部の攻撃力は30万だ。エビスジャップ放尿の姿にもう一度攻撃してみようか。速攻魔法発動。人違い。その炎上は人違いだった。脳幹リバースカードオープン。香川照之発動。何？話題転換。相手が発動したカードを無効化することができ、話題を転換する。もう一度渡部健に話題を戻すことができる。エビスジャップ放流の姿への攻撃。うわー30万そのまま登録者健だ。お前の登録者はもう40万人。俺の登録者はまだ73万人。お前の登録者を炎上させるのはもう風前の灯火。はい、これでわしのターン終了だ。もうサベンダーしてもいいんだぞ。来てくれ頼む。俺のターンドロー。今日ぞ柴田を召喚。こいつの特殊効果坂本優斗を救いたい。坂本隼人ね。デッキから坂本隼人を召喚。こいつの効果ゴールドバッカー。この効果相手フィールドの女子がいた時自分のフィールドに連れ込むことができる。よって桃形春子は自分のチームとなる。手札から速攻魔法発動、王林発動、自然発火。こいつにより物理的に坂本隼人を炎上させることができ、その効果を無効化することができる。こいつはもういない。これにより坂本隼人の攻撃力分の、では炎上力分のの登録者を減少させることができる。ヤマトと柴田を生贄に捧げる。土地狂った宮古勢を召喚。こいつの効果アンチに願いに毎ターンガチファンが多そうな YouTuber を一体抹殺する。これによりガチファンが多そうな魔法を抹殺。さらに岡野弁護士を趣味表示。ターンエンドだ。俺はこの31人酒飲み突撃部隊を攻撃表示で召喚。速攻魔法発動。30人31脚。何？相手が31人飲み会を提示してきた時発動する。31人全員紐で縛り、がんじがらみにして墓地に送る。速攻魔法発動。何？泣き叫び発動。相手から受けた効果を泣き叫んでなかったことにすることができる。お願いですから、30人31脚やめてください。お願いします。くそ。酒の魔力装備魔法で装備。このカードを装備することにより本当の姿を映し出す。攻撃力が3倍になる。炎上力30万で田口翔を攻撃する。岡野弁護士の特殊効果発動。相手が有罪でない炎上攻撃を仕掛けた時、そいつを裁判にかけ抹殺することができる。手札からユタボンを墓地に送ることにより裁判が分かっていない発動。裁判が分かっていない年齢に持ち込むことができる。年齢を同じにすることができる。意味わからん。つまりまだこいつに弁護をする能力はない。じゃあ俺も発動してやろう。未完成人。まだ未熟なので約5年間の間何をしても許される。何？これによって俺は許されてしまった。今のお前の発言に対してこの多くの政治家発動、記憶にございません。この30秒は記憶になかったことになり、未完成人はなかったことになる。いやもう、なかったことにしすぎなんだよ、てめえ。ということで、27万のダメージ。やめろ！まだだ！速攻魔法！天地のモジョキット発動。俺もやろうとした、それ。炎上を胸で受け止め、相手に跳ね返す。何？よって貴様に27万のダメージ。何？うわ、ダメージだと。そんなバカな。ちょっと待って。酸欠。登録者の中間発表をするぜ。お前誰やねん。お前誰やねん。武藤炎上記の登録者は32万60だ。それに対し炎上のうちの登録者数は46万人だ。まあまあこの程度かな。やっぱり
早くターンを進めろ、貴様のターンだ。わかった、少し待て。うすら寒いその方が吐き気がする。早くゲームを続けろ。俺のターン。プラスティックの中を攻撃表示、さらにアヤランを召喚。何？さらに装備魔法中村ゆきや、あらゆる炎上を仁王立ちでカバーすることができる。さらにピカキンの呪いのケボール、よく燃える着火剤だ。こいつで炎上力を3倍にする。何？この効果を中村ゆきやに付与し、炎上能力はなんと60。強い。これで相手モンスターに攻撃。東海オンエア発動。何？東海オンエアにあるコラボ拒否。相手からのコラボを依頼された時、そのコラボをすることにより相手も炎上する。30万人の登録者のゲームは貴様も受けるということだ。ここで速攻魔法発動。フェーン現象。何？風によって落風を巻き起こし、相手に炎上ダメージを倍与える。何？どうしたら話聞くかを紹介。なんだそれは。炎上で悩んでいる奴に寄り添うことで、相手一体を仲間に迎え入れることができる。よって桃方春子はこちらの味方になる。香川照之キャバ嬢バージョンを発動。何？相手のフィールドに女性がいる場合、その数かける1の炎上力分の登録者を減少させることができる。つまり相手フィールドに女子は2体、受ける登録者は60万じゃなく割る2の30万になる。ここで速攻だわ。明日強力な土下座。何？土下座して何とか炎上を許してもらう。さらに相手モンスターを全部もらう。全部もらう。全部もらう。全部もらうだと。よってじゃあ罠の剣で相手を攻撃。俺は手札から発動できる速攻魔法エムシを発動。何？裏垢。裏垢に攻撃を吸収し、一度だけ攻撃を無効にすることができる。裏垢だからな、バレないぜ。俺のターン。ドロー。俺はこの切り札、ここで貴様をかなり落ちてる。やめろー。俺はこのやめないで。草薙剛を攻撃表示で召喚。何？裸で何が悪い発動。何？裸で何が悪いって言いそうなやつを全てもらうことができる。この辺りは言いそうだな。なんてやつだ。この辺りは言いそうだから裸で何が悪いいただくぜ。もらったやつらは裸でもう敵なし状態になり、炎上力が2倍になる。なんて中村ゆきはね、アヤナンを攻撃。ここでコラボするぞ。アヤナン、ここで棒術メガニを発動。サオリンを召喚。こいつの効果、聖なる場にはミラーボーズ。そのきらめくスキンヘッドであらゆる炎上や効果を跳ね返す。モンスタージョン TV 発動。人生は冒険だ。おいしい闇に感謝感謝を発動。ウーブの圧力。そのコラボ以来は無理やりウーブに通されてしまう。ゴッドハンドマミー。こちらのチームは全員裸だぜ。早く攻撃してこいよ。早く攻撃してこいよ。全ての女性ユーチューバーを生贄に捧げるぜ。最強の召喚獣いでよ、三股のオロチ。こいつの効果、大食い。毎ターン相手の男性 YouTuber1 体を捕食するぜ。何？よって中村ゆきやを捕食するぜ。いいのかそれで。ターンエンド。ここで貴様、それでターンエンドとはもう貴様に勝ち目はないようだ。さらにこのカードを伏せておくぜ。何？このカードを伏せておくぜ。このカードも伏せておくぜ。まあ伏せたところで関係のない。俺のターン。墓地の炎上したクリエイター全てを除外することにより神のカード田口翔を召喚。お前もか。お前もか。炎上力はなんと4630万だ。こいつがフィールドにいる限り貴様はもう何もできない。この4630万の登録者権によって貴様は死ぬんだ。この田口翔の攻撃、ゴッドハンドマミその声は白。テッテレレーテレレレレレテッテレレー。トラップカードオープン。炎上した野原家、こいつの効果、自分の登録者がゼロになった時
逃げ割となって爆破を引き受ける。何？そして自分は登録者30万から再スタートできる。何？だがそれもただ一ターンしのいだまで。俺のターン。魔法カードフェニックス力の発動。何？こいつの特殊効果墓地から5体好きなキャラを復活できるぜ。何？これさえあれば勝てるぜ。まずこのカードを伏せておく。さらに先ほど復活させたアヤナウトサオリンを再び召喚。この3体のゴモンスターで春日を攻撃。30万1000のダメージだ。春日の特殊能力発動。何？ギリギリで生きていく。カツーじゃねえかよ。ギリギリで生きていく。30万のダメージを半分にする。15万の登録者限だ。お前の HP が残り1万。だがお前このターンさえしのげば羽口翔のスーパーアルティメット攻撃が待ってるぜ。弱っちい奴らを召喚してでも田口翔とコラボしたら一発炎上よ。このカードを捨てターンエンド。俺のカードドロー。草薙剛の最後の特殊能力発動。全裸解除発動。田口翔がベールを抜きなんと炎上力を倍にすることができる。何？9260万のこいつで三股のオロチに攻撃。コラボ未来だ。田口翔とコラボするんだ貴様。滅び、滅びろ。ここでさらにトランプカード発動。やる、失敗すんな。9600万の攻撃は何もない。何？大丈夫なんだ。俺の最後の攻撃。何？宮城しみなみを召喚。何？こいつたちを全員生贄に捧げて俺は最強の僧侶瀬戸内寂聴召喚。こいつの効果、悟りの効果、F ゾーンの触れる。全てを悟り、あらゆる炎上を燃やし尽くし、戦いを終焉する。ダー成仏する。やめてくれ。お経だけは、お経だけは聞きたくない。やめてくれ。お経だけは炎上を燃やし尽くし、戻ってくれ。城之内くん。遊戯くん。城之内くん。君やろう。炎上なんてしなくていいんだ。君はコンプライアンス研修を受けて真っ当な人間として生きていくんだよ。もう手札はいらない。もうバトルは終わったんだ。僕の勝ちだよ。何も記憶がない。何をやってたんだ。遊戯くん、城之内くん。炎上、炎上。